はい、えっ、ー、と、脳機能西洋学の今吉です。えっ、ー、と、本日はですね、まあ、夕方まで研究室ずっと開放してますし、まあ、夜も誰か必ずいますので、あの、いつでもいらしてください。 で私たちはです、ね、この脳がどのようにできてどのように発達してでまたどういうふうに変わっていくか再生するかということに興味を持って研究を行っていますで、まあ、3つぐらい主要な研究テーマがありまして、まあ、1つはあの大人になった脳でニューロンが起きあの産生され続ける新生するという現象に興味を持っていますでもう1つはその脳を生み出すあの元となるこの神経幹細胞ですねその研究を行っていますそして、まあ、それらを研究するために遺伝子発現を中心に 光で操作する細胞機能を操作するという技術の開発を行っています。 でまあ、それぞれについて簡単に説明させていただきます。でえー、とまあ脳を作る、えー、とニューロンでありますとかこうグリア細胞というのは全部この幹細胞ですね、その神経幹細胞から作られていきます。でその神経幹細胞がこの、まあ、我々はあの全部あのマウスを使って実験しているんですけれども、このニューロンを作り出す過程というのは主にこの胎児発生期ですね、お母さんのお腹の中で起こっていることが知られています。ですがまあ最近、この生後でありますとか、大人の脳によってもこのニューロンを生み出すという過程があるということが分かってきまして、まあ、我々は結構そのえっと分子遺伝学とか遺伝学とか、 原子改変マウスのよく使いますので例えばこの脳の海馬っていう記憶学習を制御する海馬だとか匂い情報を処理する救急っていう場所で新しく生まれるニューロンをこう傾向標識してみると、まあ、このようにこう非常に多くの新しく生まれたニューロンが大人でも存在するということが分かってきましたですのでまあ次はこのような新しく生まれるニューロンって日々賛成されつつニューレンっていうのはまあ人でも存在するんですけども、まあ、どのようなこう機能を持っているのかっていうので、まあ、この匂いを使った行動実験でありますとか、えー、と空間学習をえ評価できる 行動実験ていうのをラボ内に設置して実験を行っています。 でえー、ともう1つはこの、えー、とそのその新しく生まれるニューロンを生み出すこの幹細胞の研究についてです。われ、まあ、我々は特にこの転写因子、ですね遺伝子発現を制御する転写因子の、えー、発現動態、ダイナミックスに特に着目して行っていまして、まあ、先ほどのさっきあのリズムを刻む遺伝子というのは出てきましたんですけれも、まあ、我々も特にその、えー、とリズムをこのように刻む遺伝子というのが神経、幹細胞にも存在して、まあ、その周期でありますとか振幅というのがどのようにこの幹細胞の振る舞い,というのを決めているのかというのを研究しております。 でまあ、そのような研究をするにあたってまあ我々が導入しているのが光電学という技術で、まあ、このように例えば23時間周期で振動するような遺伝子発現というのを人工的に細胞の中で操作するにあたっては、まあ、これまでの手法では難しかったんですけれどもこういう光を使う操作技術いうを使って、まあ、こういう複雑な遺伝子発現を作ることができて、まあ、人工的に細胞をニューロンにしたり幹細胞として増やしたりとか、まあ、そういうことが可能になっています。 まあ現在この技術をさらにこうインビボですねあの発生中の胎児でありますとか大人の脳の海馬の幹細胞に適用して脳の機能発現や動物の個性、まあ、あのパーソナリティというんですか性格みたいなことへの影響ていうのを解析し始めていますで、まあ、それを可能にする遺伝子発現の光制御技術であります、まあ、こういう分子開発でありますとか特定のねあった細胞だけに光を当てれるようなデバイスの技術の開発ていうのを行っています でまああのまあ、皆様へとこの脳の発生、発達だとか再生に興味を持って、まあ、人によっては神経科学的な手法を用いたり、まあ、人によっては細胞生物学だとか分子生物学の手法を用いているんですけれども、まあ、私自身は工学部の出身ですし、まあ、いろんなと学部の出身の方がと混じって、まあ、それぞれ得意な分野をと研究するというスタイルになっておりますで、まあ、あの研究室自体は去年できたばっかりでまだあの人が少ないんですけれども、まあ、主にこの修士の学生が今は中心となってと運営されています。 でまあ、の研究室自体はこう鴨川からもう道路1本入ったところにあって、まあ、私自身もえっと外の大学を卒業してあの修士課程が生命科研究が来たんですけれども、まあ、なんか研究があの、えー、行き詰まったときにちょっと鴨川に出てあのちょっとリフレッシュしてまた実験するというような、まあ、あの素晴らしい環境でした。ですので、まあ、あの私の研究室だけじゃなくてぜひ、まあ、いろんな研究室を今回せっかくの機会なので回っていただけたらと思いますす以上ですよろししくお願いします。